はい、お疲れ様です。追っかけ情報局、局員ワドです。ケイコンの公式チャンネルさんから、コール119のダンプラが出ましたので、その話題をお届けします。このダンスプラクティスは、有料区域、契約者のみが見られるっていう、限定公開になっています。ティザーがありまして、これ、全体公開で20秒ほど上がってますので、最初の、歌い出しの田島翔吾さんからの高塚宏夢さんと池崎理人さんぐらいまでは見れます。なんかい、い、わあ、こっから先、足の揃え方っていうか、勢い見てほしいっていうところが急になんか、もやーってなってるんで あとは、契約して見るしかないなっていう感じなんですけれども、ちょっともどかしいんですが。私服で、多分ね、私服で、あとマスクがなくて、で、ゼッケンがありって、で、全員帽子っていうなんかスタイルで、ダンスプラクティス取っていただいてて、それもなんかまた新鮮でいいなっていうふうに思いました。で、ダンスプラクティスの動画なんですけども、とりあえず、11回見まして、で、全員をチッケムで追ってみました。嬉しいじゃないですか。もうパフォーマンスが出るっていうこと自体が。なので、もう存分に見させてもらおうと思って、そうしました。で、当日っていうのは、配信とかあると思うんですけども、カメラがスイッチしちゃうんで、全員ってどうしても追えないじゃないですか。なので、もう本当ダンスプラクティスってありがたいです。しかも、事前に出していただけたんで、予習ができます。で、見ての感想なんですけれども、これ、ミニの皆さんって、推しがそれぞれいらっしゃると思うんですけど、本当嬉しいだろうなっていうふうに、想像して、なんか、うーんって、感心というか、うーんって、うなってしまいました。どのメンバーの方を追いかけても、コール119のパフォーマンスについて、なんか、理解度が増したっていうか、パフォーマンス自体の成熟度っていうのはもちろん増してるんですけれども、理解とか、こう伝えようみたいな、力がなんか加わっているような感じがして、世界観がより強く伝わってきたなっていうふうに思うんですよね。で、コール119っていう楽曲は、いつでも僕たちを呼んでくれよみたいな、INI さんのグループのアイデンティティの一つを強く打ち出しているように思うんですけれども、より進化したパフォーマンス、見たら、煽られるような感覚すらあって、全体的に煽られる。もう最後、77のところでいつも煽られる感じがあって、すごい好きだったんですが、もう最初からずっと、って煽られているような感覚があって、本当当日の期待感っていうのが高まりました。有料の部分なんで、どこまで行っていいかわからないんですけれども、仕上がり具合を見て、ママとかレコ大を思い出したましたね。あと、例えばママの時は、ロケッティアで、ダンスプラクティスもあったんですけど、本番でもですね、松田迅さんが真ん中からバーンって蹴って飛び出してくるっていうアレンジを入れてったと思うんですよ。で、なんかそういった新しいステージを迎えるにあたってのブラッシュアップっていうのもいくつか見つけました。で、ケコンですね、2022年、今年の3月25日に出演者の公開が待ってから、いよいよ開催が迫ってきました。で、私こうか、こう高まったついでに、ケイコンのこともちゃんと調べました。ずっとカムバに気を取られてた、もうずっとそれ付けだったのと、今回はオンライン参加ですので、あんまり調べずにね、今日まで来てしまったんですよ。でも、界隈、初心者なんで、本当1年目なんで、もう勉強するのみです。で、まとめたのがこんな感じです。全体が、こういう感じで、大体あれですね、
イベントなんですね。 K カルチャーを体感するコンベンションとコンサートをこう同時開催するっていうような趣旨で、で、まあ、コンベンションっていうのはこうそのライブの前に会場を開けといて、で、まあ、そこで K コンカフェっていうふうに、まあ、ネーミングされてて、で、まあ、会場内で、まあ、ちょっと限定メニューでお食事をで、お食事っていうか、まあ、楽しめたり、あと企業ブースさんが出られてるんで、まあ、それも会ってみる、まあ、K カルチャーに触れていくっていうような、イベントみたいですね。で、そこのコンベンションのエリアに企画があって、ちゃんとアーティストさんも出られる時間帯があるあります。で、まあ、これオンラインで見れるですね。嬉しいです。私オンライン組見れないもんだと思って、この抽選200人の抽選応募しなきゃいけないのかなと思ってちょっと焦ってたんですけど、見れるみたいです。嬉しいです。まあ、会場内のクエストなんかもあって、もう現地の方羨ましいなと思います。タイムイベントっていいですよね。アーティストさんにとってファンとの心の交流が何よりの栄養とかモチベーションだと思うんで、本当盛り上がり期待したいです。で、まあ、チケットの発売に先駆けたタイミングで、まあ、公式のツイッターからスポイラーがあったんですけれども、まあ、ネタバレですね。まあ、セトリは両日違う、あと K-POP のカバーステージもあったそうです。まあ、先日開催された、韓国の方の K-CON でも NiziU がカバーステージされてるのを見て、ほんまにすごかったですね。NiziU だけじゃなくて他のアーティストさんも見せていただいたんですけども、拡張現実とかも入れてて、いや、AR ですよね。入れてて、なんか本当、まあ、日本でどれぐらいの感じでされるのかちょっとまた楽しみに見たいなと思います。現地の方はもちろん、オンライン参加の方も楽しみましょう。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。以上、ワドでした。